本当のことだから、いつかのいい日のための宇宙の秘密。山本勝子、産後感。機能の積み重ね。前に書いたジグゾーパズルの上手なあっちゃんと最初に出会ったのは入学式の日でした。教室に一人でいたあっちゃんは私の顔を見ると、僕が今日からこの養護学校の中学部1年生に入学したものです、以後よろしくお願いしますと丁寧に挨拶をしてくれました。あまりに丁寧な挨拶に驚いて、私の方こそよろしくお願いしますと挨拶したのを覚えています。あっちゃんもいつも体全体でいろんなことを感じていました。それはあっちゃんの素敵なところでもあるけれど、でも当時にそれはあっちゃんの住む社会や世界を狭くしていたり、暮らしにくくしているものとも思います。例えばあっちゃんの周りでしている音は、すべてあっちゃんの心に入ってくるようでした。私はあっちゃんと違っていつもぼーっとしているから、友達と話しているときは友達の声しか耳に届いていないけれど、あっちゃんには私と話しているときも、外の雨の音も車の音も、それから遠くの部屋で鳴っている音楽も、チクタク響く時計の音も、飛行機の音も、水道の音も、友達の話し声も笑い声も、そして私の話し声も、どれも選ばず流れるように入ってくるようなのです。音だけではありません。椅子に座っている感覚も、洋服のタグも、口の中の味も、たくさんの匂いも、みんな流れるように入ってくるようなのです。たくさんの情報が流れるように入ってくることは、とても辛いことですね。あっちゃんは袖を折り曲げて着るのを嫌っていました。それから洋服のタグはみんな引きちぎってしまいました。自分の口の味を消したいと言って、水をいつも飲んでいました。それからあっちゃんは口癖のように、情報を整理したいのです、と言いました。だから最初は決まった食事しか取らなくって、明治のコーヒー牛乳とカルビーのポテトチップスだけしか食べませんでした。給食もお母さんのお弁当もみんな不確実な味がすると言って食べようとはしませんでした。それからいつも決まった場所を決まった時間に通るようにしていたし、決まったテレビ番組をいつも見たいと言っていました。何時何分から夕方ですか？何月何日から秋ですか？ある日あっちゃんが私に聞きました。あっちゃんはどんなこともきちんと決めたいのだろうと分かっていたのだけれど、どう答えたらいいのか分からなくて、だんだんお昼から夕方になるのではダメ？だんだん朝から、だんだん夏から秋になるのではダメ？と言いました。あっちゃんは、そんな不確実なことでは困ります。今はお昼ですか？夕方ですか？今日は夏ですか？秋ですか？とまた聞くのです。お日様が沈みかけている時が夕方っていうのはどうかな？あっちゃんは、良い考えです。と言ってくれました。そして日が沈む時間を新聞で調べ、その時間になると寄宿舎の屋上に上がって日が沈むのを見届け、夕方ですと満足そうにうなずきながら言うのでした。けれど、二日後にあっちゃんからとても悲しい声で電話がかかってきました。雲が多くて日が沈みません。夕方はどうなるのですか？あっちゃん、雲の向こうで日が沈んでいるんだよ。新聞に書いてある時間が間違いないから、それでいいよね。でもあっちゃんは、見ていないのでわからない、と電話の向こうで泣いていました。それから、いつから秋ですか？というあっちゃんの問いには、暑くなくなってきたら秋っていうのはどう？と答えました。
やっぱりあっちゃんはそれでは納得してくれませんでした。ああ、暑い。夏みたいね。なんて私が言うと、昨日はもう秋ね、と言いました。秋から夏にはなりません。秋は、秋の次は冬です。と言って、頭を抱えたまま、しまいには頭を床にゴンゴン打ちつけてしまいました。私にとっていつから夕方か、いつから秋かということはどうでもいいと思えるのだけれど、あっちゃんにとっては大変なことなのですね。あっちゃんは自分で決めた時間の中で生活をしているので、辛いのだろうなと思うことがたくさんあります。11時前に寝ると決めていて、その前に眠たくなると、水をかぶったり、まぶたにセロハンテープを貼り付けたりして、その時間まで必ず起きているのです。何かしたいことがあるわけではなく、自分の決めた時間になっていないからなのです。けれど、ワープロの文章が、そんなあっちゃんの辛い気持ちを助けてくれました。新聞の日の入りの時間を夕方とする。眠くなった時間を寝る時間とする。そんな風に活字で書いたら、手書きではうまくいかなかったことが、あっちゃんの心の中にすんなりと落ち着いたのです。どうしてワープロの活字だったら大丈夫なのか、それは私にはわかりません。ただ、にっこり笑って、夕日の時間を確認しているあっちゃんの笑顔を見て、とても嬉しい気持ちになりました。しんちゃんという友達がいます。しんちゃんはみんながびっくりする特技をいっぱい持っています。どんなに昔の日でも、どんなに先の日でも、決して間違えずに曜日をぴたりと当てることができます。それから、一度聞いた誕生日や住所はずっと忘れずに覚えています。車のナンバーも種類もみんな覚えています。絵も見た通りに覚えて描けます。電話帳をパラパラっとめくって、その電話帳をすっかり覚えているし、電車の時刻表もすっかり覚えているから、大阪へ行くときにどの切符を取ったらいいかなんて、どの切符を取ったらいいかなんていうこともすぐに教えてくれます。お買い物をしていて消費税まであっという間に計算をして教えてくれるし、小麦粉を買おうとしたら、こっちの方がグラムあたり2円20銭安いです、みたいなことを教えてくれます。しんちゃんって本当にすごいよね。困ること何にもないんじゃないかな、と、よくそんな風に言われます。でも、しんちゃんは時々、生きることは大変です、というのです。一度こうだと決めたことを変更するのが苦手なのです。ある日、しんちゃんの通学路が工事中で通行止めになっていたことがありました。しんちゃんは毎日通っている道を何とか通りたくって、工事中の大きな穴に入ってしまいました。工事現場で働いている人に止められて、大きな声で泣きながら学校に来ると、その日一日とても悲しそうに泣いていました。しんちゃんはいつも、決めた時間通りに物事が進んでほしいと思っています。お昼ご飯の時間も決められた通りに食べたいと思っているのです。体育の時間が少し伸びて、12時を過ぎても終わらないときに、しんちゃんは、12時ですから失礼します、とさっさと体育館を出て行こうとしました。もうちょっとだから待って、と声をかけても、お断りします。もう12時を3分も過ぎています、と出て行ってしまうのです。自閉症と診断されているお子さんです。しんちゃんやあっちゃんはきっと感覚の幅がとても広いのだと思います。だから本当のことを教えてくれている大きな力からの情報も
受け止めやすいのかもしれません。すーちゃん、はい、聞きます。はい、お願いします。はい、ところでいろいろな伝記を読んだり折に触れて昔の偉人の人の話を聞くと、感覚の幅が広かったのだろうなと思える人が何人もいます。そしてやっぱりしんちゃんやあっちゃんのように辛いこともあったのじゃないかなと思われる記述がたくさんあります。エジソンは学校で長い間座っていることが難しかったり、突拍子もないいたずら、エジソンにとってはいたずらではなかったかもしれないけれど、他の人にとってはそんな風に感じられたをしたりして、学校へはほとんど通っていなかったそうです。平賀源内も、それから南方熊楠も、百科事典のようなものを眺めるだけで全部覚えて、家へ帰ってから全くその通りに書くことができたといいます。それから人との付き合いが苦手で、嫌なことがあると食べたものを相手に向かって吐いて、その思いを伝えたと書いてありました。豊田佐吉はぼーっとしているために昼あんどんなどとも呼ばれていて、でも本当はいつも何か大切なことを考えていたということでした。レオナルド・ダ・ヴィンチもガリレオ・ガリレイについても同じような記述がありました。本当のことに目を向け、耳を傾ける力があったから、たくさんの発見や発明ができたのではないでしょうか。現在の科学を作った人たちの多くは、今であれば、もしかしたら自閉症という診断がついたのかもしれません。そのことはなんだかとても嬉しい気がします。なぜって私はやっぱり学校の子供たちが大好きで、障害のために辛いこともいっぱいあるけれど、でもやっぱりとても素敵で大切だからです。そして障害は人類を救うためや、いつかのいい日のために大切だからあるのかなと思えるからです。偉人伝に書かれているような何かを発明したり、発見をした人だけが大切なのかというと、それは違いますよね。特別の能力を持った人たちだけが今の科学に必要だったかというと、それも違うなといつも思うのです。例えば、飛行機のことを私よく考えます。飛行機はライト兄弟が初めて発明したけれど、ライト兄弟以外にも今の飛行機を作るのに大切な人がきっといっぱいいたはずですから。いつもいつも空を眺めて鳥のように空を食べたらなぁと思った人がいなかったとしたら、飛行機はできていなかったのではないでしょうか。それからライト兄弟が飛行機を作った時に、その飛行機の部品には自転車が使われました。それなら自転車を発明した人が必要だし、それからその自転車を作るために、鉄の素材や歯車やいろいろなものを考えた人の誰がいなくても飛行機はできていないと思うのです。その人たちが生まれるためにはたくさんの出会いがあっただろうし、その人がそれを発明しようとするためにも、いろいろな思いつきやたくさんの出来事がきっとあったはずです。どれもがとても大切なものだったに違いないのです。そしてそれはきっと偶然じゃなくて、必要だからそこにあったのだと思うのです。そして飛行機も明日の何かのために存在しているのかもしれません。誰かを乗せてどこかへ連れて行くことが地球の未来にとてもとても大切だったり、
空を飛ぶ飛行機を眺めた少年にとって、その飛行機の飛ぶ姿がすごく必要だったり、あるいは未来の乗り物につながるためだったり、私、こんなふうに考えたいのです。今朝私がお店で飲んだ美味しかったコーヒーは、大昔の人が野生の赤い実を見つけ、それを煎ってお湯に入れてみようと試みた人がいたからだ。それからコーヒーカップを焼くことを考えた人がいたからで、あるいはコーヒーショップに勤めようとした人がいて、その人が乗ってきた自動車の材質の布を作った人がいたからだ。そのどれが欠けても、私は今朝のコーヒーと全く同じものを飲むことはできなかったはずです。コーヒー一杯でそうなのです。私の今日という一日は、これまで地球上に起こったあらゆることが関係しているような気がします。すべてのことは、明日のあなたのためにあり、明日の私のためにある。そう言い切ってしまうのは傲慢でしょうか。大ちゃんはこんなふうに言っています。僕が今ここにいることは、僕の足跡の積み重ねやと思う。たくさんの昨日があって、たくさんの明日がある。たくさんの昨日はいつもたくさんの明日のために歩いている。ありがとうございます。